Welcome to Gundam Online。 どうも、シルです。今回はテキサスコロニーですね。今回テキサスコロニーでございます。例によって前回と同じ構成で言っております。まあ、またいろいろとね、武装をね、変えてね、機体を変えようと思うんですけど、今ですね、非常に一試合一試合の時間が短くてですね、ちょっといろいろとカスタマイズしたいんですけど、ゆっくりとした時間が取れなくて、至ってるって感じですね、ここに。さあ、私は B に行きますよ、これ。狙いは B。当然ですね。これ B 入れたらでかいですからね。チョデカーですよ、チョデカー。惜しい。ビームコーティング落ちてください。さよなら。マジか。まあ、届いちゃうんだな、ゲルグー先生は。その辺ね、さすがとしか言いざるを得ない。素晴らしいですね。結構削ったでしょ。うふふね、これこれこれ B ですよ。 B、 時代は B、 初動 B はね、超安定ですからね。安定でもないそんな安定しないそんな安定しませんでした。失礼、撤回。ね、B 入れたらね、本当は格闘行こうかなと思ったんですけど、上から行った場合はどうでしょうね、コンカスしなければ。今ファフ強くなったんでね、自分あれでいいかなという気はします。はっはっはっは、直撃だろうとね。若干あれですからね、約130の、バランスを舐めてもらったら困るな。よいしょ。ね、時代はザクマリンちゃんでございますよ。ポンポンポンと。ザクマリン武器2つっていうか、真面目な話、バズーカを持って武器2つでいいと思います。高コストも武器3つ持ってきたいって限られてくるんじゃないかな、今のこの状態。それぐらいバランスが重要なので、これ食らうとこけるんでね。下手すると燃えた、イエーイ。落ちてくるのか、お前。落ちてくるのか。痛い。それぐらいバランスは重要ですね。
する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。そこだ。そう、いいですね、いいですね。まあだけどちょっと入られてるんでね、怖いですね。見せてほしいものだな。飛行らの働き、退避させてもらう。2がちょっと危険ですね。2は取れるとつらい。だけどまあ2は行ったで、行きましたね。2の下に敵がいるようなので行きましょう。いないじゃないか。罠だ。いるのかと思いきや。その上にいるのか。上ですか。まあそれ上だろうな。なんか敵影を見えた。あれ、なんだ。南角とな。うわっ、ガンダムにもいけるからね、盾壊したし、盾が、タクトで盾がなければワンチャンあった。いい子だ。緊急祈祷を行ってくれ。6取りましたね。そこだ。誰か修理頼めないかな。危ねえ。わしは行くぞ。オッケーた。落ちてきた？落ち来いよ。誰か適当に落ち来いよ。うん、絵は終わりましたね。いや、これは3いきますよ。3取れるとまたそれはそれでめんどくさいんでね。なんだよね。やっぱちょっと格闘がね、
もったいないですかね、もったいないって言い方は何なのかって感じですけど、ちょっと初期だとね難しいなって感じですね。味方に当たるっていう約束ですな。エースが邪魔南エースが邪魔という状態。さあ、という上から行きましょうかね。いやー、ザクマリンこんなに機動力あったんだって感じですね。素晴らしいですね。やべえ、超機動力あるんですけど、よいしょ、滑った、刺された、言いながらもう終わりそうですね。今回敵を倒すっていうよりは割と、展開展開でやってるって感じですね。パフだからね、忘れちゃいけないのがパフだよ。俺にオラに行くよ。行くしかないやろ。最初に突っ込むんだよ、最初に。だいぶ弾ない、ちょっと弾やばい。よいしょ、押してこい、押してこい、押してこないかな。すごいすごい属性が目の前にいるんですけど。かわしたと思ったんだ、残念。これね、ここかな。
いいですね。てか全体的に全体的に硬くなってますね。ああ吹っ飛ばされた F 型。デザートジムもやっとここで日の目を浴びましたよね。これまで全然出なかったですからね。これでもかっていうぐらい。いやしかしコンカスじゃないと初期型の格闘がいまいちですね。火力がなさすぎる。まあ火力がなさすぎるっていうか、今のこの全体の流れによると、立てやらせはせんぞ。B 行きたいですな。もう、あ、こっちじゃない。迷った。みんなね、このね、A に行くわけですよ。やべえと思って。この状況。あ、もうちょい、もうちょいね、ええね、粘ってほしかった。もうちょい、ええ、粘ってよかったよ。え、ヘルヘル、イフリートヘルヘル。イフリート超暴走。いいですね、いいですね。もう終わりですね、いい感じじゃなかったでしょうか。最後にしっかりと決められたしね。そこでやったのでちょっとびっくりしました。ういみたいな。まあさすがにガンダムは硬いですね。しかも縦ありだと。ザクマリンにシュトルムファーストください。めちゃくちゃ言ってる。さあ、あとは下でイヤッハーって時間の限り突っ込もう。終わりましたね。素晴らしい。うん、この構成いいぞ。ゲルグをやっぱり F 型の方がいいかなという気はしております。中距離で何もできない。そんな感じです。もうどうぞ。個人評価の報告です。この戦果すごい戦果。うん、素晴らしい。いいですね。いい試合が、いい感じの試合が続きます。素晴らしい。いや、このビルド結構いいんじゃない、このデッキいいんじゃないですかみたいな感じですね。これ当たり引いちゃった。ザクマリンのこの使い捨ては おすすめですよ。短式 F で1400出るんで、1300かな、1300か
1400ぐらい短式で火力出るんで、この2本だけで十分みたいな。ミサイルなんてなかったそんな感じです。それでですね、最後まで見てくれてありがとうございます。シルビーでした。